食の波紋スタート社のチャリティーソングに対する議論や指摘が続出していますこれにはある程度の理解も必要ですが同時に視点の拡張も欠かせませんかぶりや類似点があるからといってすぐに避難するのは妥当でしょうかそれぞれの取り組みを客観的に見つめ 新しい視点から考えてみることはできないでしょうか飛べの後追いという批判に対して私は異論を唱えたいと思います。確かに2つの事務所が同様のアプローチを取っていることは事実です。しかしその事実からすぐに否定的な見解を持つのは想計ではないでしょうか例えば同じジャンルの歌手が同じような曲をリリースすることは日常茶飯事ですが、 その一方で、それぞれのアーティストが独自の表現方法やメッセージを持っていることも事実です。同様に、スタート者とトベが同様の取り組みを行っているとしても、その中身や背景には、それぞれの独自性があるかもしれません。さらに、批判の対象となっているアーティストや事務所が、努力や献身的な活動をしていることを忘れてはなりません。どちらも、 能と半島震災の被災地に長年支援を続けており、生活再建のために多大な努力をしています。例えば、スタート社は震災直後から被災地に炊き出しを提供するなど、地域の支援に積極的に取り組んできました。同様に、戸部も自然災害や社会問題に対する意識を高め、支援活動に参加しています。また、 両者が同じような取り組みを行っているとしても、その規模や経験は異なることも考慮すべきです。スタート社は長年にわたって支援活動を行ってきた実績があります。そのため、そのノウハウや経験を持ち合わせていることは明らかです。一方で、トベは比較的新しい事務所であり、経験やリソースはまだまだ不足しているかもしれません。しかし、 そのような状況でも、彼らが行動を起こし、社会貢献活動に参加していることは評価されるべきです。また、チャリティーソングや支援活動に対する期待や要求は人それぞれ異なります。一部の批判的な意見がある一方で、多くの人々は彼らの活動を称賛し、応援しています。チャリティーには、大手企業や著名人だけでなく、 地域の団体や一般市民も参加しています。そのため、どのような形であれ、支援の意思がある限り、その取り組みは意義があると言えるでしょう。一部の人々は、同じような活動や曲を提供することで、どちらの会社も同じ目標に向かって努力していると主張しています。彼らは、批判的な態度を取るよりも、お互いを支援し、 応援することが大切だと述べています。確かに競争があってもエンターテイメント業界は広大であり多様性が重要です。その中で良いものは認め合うべきであり競争の健全性が維持されるべきです。しかし一方で他の人々は厳しい目で現実を見つめています。彼らは競争が激しくなればなるほど ファン同士の対立も増加すると考えています。旧所属のファンが新しい活動に反発するのは当然のことであり、これはエンターテイメント業界の常識とも言えます。このような対立は、時にはチャリティー活動のような善意にまで波及することがあります。一方で、チャリティーソングや支援活動に関しては、多くの人々が前向きな見方をしています。 スタート車や飛べが被災地に寄り添い支援活動を続けてきたことは賞賛に値する取り組みです。特に震災直後からの支援活動やドームライブでのパフォーマンスは多くの人々に勇気と希望を与えるものでありチャリティーソングはその一環として自然な流れと言えるでしょう。さらにエンターテイメント業界での競争や対立に関しては他の視点も考慮すべきです。 業界全体が競争と協力のバランスを保ちながら成長していくことが重要です。そしてファンもそれぞれのアーティストや会社を支持する一方で異なる活動やアプローチを受け入れる柔軟性も持つべきです。最後に私たちはエンターテイメント業界がチャリティ活動を通じて社会貢献を果たすことを称賛すべきです。両者の取り組みを称え 彼らの活動が被災地の人々に希望をもたらし、社会全体にポジティブな影響を与えることを期待します。これらの議論はまだ続いており、エンターテイメント業界の今後の方向性についての考察が深まることでしょう。ファンや関係者は、お互いを尊重し、エンタメ業界の未来に向けて協力していくことが重要です。あなたは、 エンターテイメント業界における競争と協力のバランスについてどう思いますかあなたがサポートするアーティストや会社はありますかそして、チャリティー活動がエンターテイメント業界に与える影響について、どのような見解をお持ちですか最後に、私たちはこの問題を多角的に見つめることが重要です。一つの視点にとらわれることなく、 様々な意見や情報を収集し、総合的な判断を下すことが求められます。その上で、私たち一人一人ができることを考え、行動に移すことが、社会への貢献につながるのではないでしょうかさて、あなたはこの問題にどのような視点を持ちますかスタート者とトベの取り組みについて、どのような意見をお持ちでしょうかぜひ、 あなたの考えや感想をお聞かせください。